非結核性抗酸菌とは、結核菌群と雷菌群を除いた培養可能な抗酸菌の総称。以前は非定型抗酸菌とも呼ばれていた。生活環境中に広く分布する。現在では、分子生物学が発展し、DNA や RNA により、菌の遺伝学的性質や代謝について、明確に分類できる。しかし、かつては培地 培養温度による発育の違い、化学物質の代謝の違いなどを用いることでしか菌を分類することができなかった。そのため、結核菌と雷菌が典型的な抗酸菌であり、その他の抗酸菌は非定型な特殊な抗酸菌とみなされていた。技術の発展に伴い、分子生物学的に多くの抗酸菌が分類されることとなり、むしろ結核菌群と 雷菌群が特殊な菌であり、いわゆる非定型抗酸菌が抗酸菌としての一般的な性質を持つことが判明したため、非結核性抗酸菌と呼ばれるようになった。人では全身のいずれの臓器でも感染する可能性はあるが、現実的には日和味感染でない場合には、ほとんどが肺での感染症である。感染力は弱く、土壌からの感染が主と考えられている。 人々感染はほとんどないとされている。免疫不全状態での日より未感染症である場合には全身でのハ種性非結核性抗酸菌症を発症することがある。近年、日本でも内病ではない皮膚非結核性抗酸菌症が確認されている。媒地での培養には時間がかかり、また M-ABM と M-Intraceria アアの区別がつかないなど、 分別能に劣る点がある。しかし、薬剤体制などは培養でなくては判別できないため、現在では PCR 法等の DNA、RNA を用いた検査を併用する。ありがとうございます。